コンバインによる稲刈り稲刈りとは、熟した稲を収穫するために切り取る、農作業である。普通は根元から切り取る。穂だけ刈り取ることは、ほくび刈りやほがりと呼ばれる。人力による稲刈り等が熟する秋に、その穂ごと切り取るのが稲刈りである。古代には、ほの実を切り取ったと考えられるが、現在では、株の基部で切り取るのが普通である。刈り取った稲は、普通はその基部で縛って束ね。 ぶら下げて乾燥させる。実際の米の収穫はこれ以降の脱穀の過程で行われる。人力のみで行われていた頃は大きな人数を要し集中して行う必要のある作業であった。日本では第二次世界大戦後も久しく鎌を用いて手作業で稲刈りが行われた。稲刈りに使用する鎌は刃先がノコギリになった特殊なもので 稲の茎の切断が容易にできるよう工夫されている。コンバインと運搬用車両を借り取られた稲は、水分が多いので、ハサにかけて天日干しされ、十分乾燥した頃に脱穀を行う。人力のみに頼った頃は、多人数が必要であったから、当然のように子供も動員された。そのため農村域では、学校でも休暇を設定しているのが普通であった。 農藩休暇と呼ばれたが、一般には稲刈り休みと呼んでいた。神社で神に捧げる少量の稲を神職や氏子などの手により作られている場合もあり、この場合、稲刈りは大体手作業で行われる。皇居でも生物学ご研究書枠におたがあり、毎年9月下旬頃に天皇が自ら手作業で稲刈りをする。この行事は昭和天皇が始めたもので、 近所天皇にも引き継がれている。収穫した稲は、伊勢の神宮に収めたり、皇居内の神事に使うほか、天皇一家の食事にも使用されている。ありがとうございます。